はい、それでは始めていきましょう。トラキジチャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ、現在アイスツアーの後半戦、こちらのたぬきマリオカップがリーグ対象となっておりまして、僕自身は現在2コース終えた段階でリーグ99で1位というところになっております。今回動画としましては、たぬきマリオカップの3コース目いきましょう。アイスビルディング R、 こちらを走り込んで攻略動画にしていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。さあ、たぬきマリオカップも最後となりましたので、リーグ99、今回は1位を走ってるということで、こんな感じになっております。はい、現状残り2日ですかね、残している段階で、12,000点差つけているということで、まあ大丈夫なんじゃないかなという思う気持ちはあるんですけども、まあ今回もやれるだけのことはやろうというところになっております。いやー、にしてもね、なんか今後の新追加要素なしが発表されて、サービス終了に向かってるんじゃないかと言われておりまして、モチベーションの皆さんの低下がね、心配だなというところではありますけども、まあね、モチベーション高い人がモチベーションを示して、レベルが高くなればですね、それぞれみんな頑張るというところをですね、示していけたらなというふうに思っておりますので、皆さんもご協力よろしくお願いします。ではアイスビルディングR見ていきましょう。下見の点数が 42,000点で、結構大層な得点が出ておりますので、それ以上出せるように頑張ります。強スキルのキャラは他にはこちらですね、パティシエミースーツぐらいかなというところになりますので、まあやっぱりこのコースに関してはスイーマーロゼッタを使えるかどうか非常に大きいと思います。レベル7ポイント解放2段階でやっていきます。マシーン行きましょう。マシーンは僕はこちら、ジュークライドがレベル7ポイント解放3段階ジャンプアクション系、このコースはジャンプ多いだろうということで、ありがたく使っていきたいと思います。グライダー行きましょう。まあコイン系が使えれば言うことはないんですけども、僕自身はこちらミント&ベリーアイス、アイスツアーに向けて、しっかり強化しておきましたよということで、レベル7ポイント解放3段階でございます。すべてレベル7で揃えております。なんか色鮮やかだし、走ってて楽しいんじゃないかなと思います。やっていきましょう。はい、1レース目いきましょう。まあ、下見から随分時間が経ってしまっておりますので、下見の時に得たね、自分の感覚っていうのはもうほぼないに等しいかなというところ。どっかで追加のジャンプアクションがこれだね、ありますね。ややこしいですね、この緑コーラが非常に。おっとっとっと、誰かが、うわーっとえ、どこまで戻された、これ。すげー戻されるじゃん、きついね。これ右ルート左ルートの違いはほぼないと思うんですけどもね。はい、というところですね。よっと、ジャンプアクション。おお、ここでもう早くも、なんだこれ、右側がいいっていう話でしたね。左側よりも右側の方が明らかに、アクションが多いですよというところでしたね。コインがたくさんもらえるんでというところでした。いやー、キラーは良くないね。キラーはね、めちゃめちゃキラー系ときてるな。まあ皆さんも分かってると思いますけど、キラーはね、アクションがね、追加されないんで、非常にきついところですね。さあ、単純に1位になれるかというところをここから目指していくわけですが、いかがでしょうか。ここのコインボックスはきついね、最後。どうでしょう、着地後、いやいや、無理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 。着地後よりは着地前の方が良さそうですね。わかりました。はい、2レース目いきましょう。よし。おっとっとっと、なぜここで抜かれるんだ。ここで抜かれる理由が知りたいけど ね、せっかくだったら1位で1周目通過した方がいいに決まってるからね。あそこに抜かれるのはちょっと下せないですけど、
おお、ラッキー。よーし、コインもしっかり1枚ずつは取って、左ルート意味はないけれども左ルートカモン。いや、何も来ない、後ろ。おお、これ外側がコイン3枚ありましたね。でこっから内に切り込んでいく。さあラストアイテムどうなる。バナナで耐えろ、いいぞ。165アクション、基礎点2万7000点いけ、5万。いやいやいや、オッケー、記録更新した。いやー、2レース目でいきなりやってくれました。下見の記録プラス4500点以上という形になりまして、しかもフルコンボアクション数165。コインフィーバー ×2 なので、もう全くキャラの要素はないんですけども、いやはやいやはや、これはちょっとコインでのアクションがほとんどですねコインコインコインっていう感じですけども、これは嬉しい記録になりましたね。いや十分なんですけども、まあやっぱりコインボックスが絡むねレースが見たいなというところで、この記録が一つ今回のターゲットになるかなというところで、さらに頑張っていきたいと思います。よかった、下見超えれて早々に。はい、4レース目いきましょう。いい流れですね。いいよ、グライダー中に当たってきてくれて全然いいよ。よーし、とりあえず1位でいけそうだ。よーし、1位のポイントも624点だからね、バカになりません。あー、今なんかコインスルーしちゃった。ジャンプ後ろ、よいしょ。どこでアイテムチケット使おうかな。あ、内側来ちゃった。あ、これもダメだね、タイミング失ったね。あらら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 、遠回りできる余裕ある。あー、超えた超えた、ゴー。5万はいかないか。いやー、アイテムチケットの使い忘れがちょっと悔やまれるな。タイミングがなかなか、結構ポンポンやってくるので、アイテムボックスがね、そういう印象ですね。まあでもアイテムチケット使わなかったからこそ、ひょっとしたら最後ねコインフィーバーが来てくれたかもしれないので、何とも言えませんけども、なんとなんとフルコンボアクション数174、またしてもコインフィーバー2回。最初にダッシュキノコフィーバーが来ました、コインフィーバーが来ました、そして最後にまたコインフィーバー。ちょっとこのレースは超えれないかもな。2000点さらに更新をしました。これはでも素晴らしい。で、例えばグライダー中にコインボックスフィーバーが来ても意味がないので、やっぱそういうところを考えてもコインフィーバーの方が確実に得点が取れているかもしれない。いや、そう考えるとこれは相当いい点数なので、いやー、なんとなんと早々に来てしまいましたね。4レースで？すごいな。はい、9レース目いきましょう。
や、来たかも。でも1位になれないといけない。バカがいる。なんで、なんであいつ復活してくんだよバカ。2人とも落ちたのに目の前に復活してきて、いやこれはこれ以上はないな。あー9レース目194アクション、これ1位だったらすごかったな、頭かいちゃう。いやー、コインフィーバーかな。でコインボックスも2回ぐらい来て、最後もコインボックスだったもん。拾えたかどうかともかく5個ぐらいは拾う、違う2個ぐらいしか拾えてないけど、いやバカ、くそ、あそこで緑コーラ、無理だよな。復活してすぐは緑コーラも当たんないもんな。これは無理か。いやコインボックスを拾うために最後の階段降りるところ外側通ったのがいかんかったか。まあ194アクションっていうのを皆さん覚えておいてあげてください。まだ粘るけど悔しい。はい、19レース目いきましょう。よーし、悪くないぞ、ここでもう一回来い。いやー、あの1周目終わりのアイテムチケットでいいの来たことないな、ちょっとこれ反省だな。あそこないんだ、場所的に持ってないところってあるよねたまにね。あー、ここまでで2万点いってるのは悪くない。でも後半次第、地味にバナナ引っかかってくれてる、ありがたい。もう一個来ないといけない。よし、いやーでも190アクションはいかねえな。最後フィーバーゴールならかっこいいけど、そこまでいってない。ゴー、どう、オッケー。14点更新しましたね、すごい。やっぱ下り坂のコインボックスフィーバー最高ですね。あそこしかないっていうタイミングですね。いやいや、あそこはかなり拾えてると思います。177アクション、さっきより18ぐらい及んでないのか。いや、あれはねすごいわ、下りのコインボックスフィーバーは。ほんとね、今回のツアーね、ストレスのたまるコインボックスフィーバーが多かったので、あのタイミング気持ちいいわ。ちょっとグライダー中はないけどね。よし、もう1レース、いいレースだったら残すけど、はい、特に何も起こらないと思いますので、トップ画面に戻りましょう。はい、ということで20レース終えて帰ってまいりました、トップ画面です。ということで今回はアイスビルディング R 走り込んでいきましたけども、内容いかがだったでしょうか。あのね、20レース目ね残してないんですけど、コインボックスフィーバーが2回来たんですよ。はい、まあでもね、途中で赤コーラで4回ぐらい当てられたりとか、まあ狙われたりとかね、回避もあったけど、で一番最後のアイテムボックスでコインボックスが来たのでね、4位ぐらいの時に引いて、ほぼコインボックスのコインも取れず、前の順位も挽回できずみたいな感じでね、クソみたいなレースだったので残しておりません。ということでアクション数的に194みたいなやつもねお送りできたかなと思うんですけども、一応最高点は 49,475 点、5万点以上出すポテンシャルはあったと思いますけども、まあまあまあ今回はここまでにさせていただこうかなというふうに思います。ということで順位見ていきましょう。リーグ99で14万点まで行くことができまして、1位 19,000 点差をつけておりますので、
あとは結果発表を楽しみにという形になっております。今回の動画の内容良かったよ、参考になったよと思ってくださる方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメント等もお待ちしております。次回以降はアニバーサリーツアーという形になると思います。こちらの方もねまた動画バンバン出していきますので、ぜひね楽しみにしていただければというふうに思います。まあ、アニバーサリーというからにはですね、まあ、少しは何か面白いことがやってくる、バケーションピーチと王様マリオがピックアップされておりますけども、ここはアテネなんとかだったかと思いますけども、そんなにコインボックス取りやすいコースだったかはちょっと定かじゃないですね。結構飛んだり跳ねたりっていう印象でしたけどもね。まあ全てのコースが都市系ということで都合が悪い方もいるかもしれませんけども、まあ楽しみに待ちましょうというところになります。では今日はここまでにしたいと思います。失礼します。